この地方学生応援プロジェクトの部活ハウス女子寮に今回は面接の指導をしています。合意を得ています。お邪魔します。そこってちょっとラブホがいいとか。ああそう、この放送は地方学生の挑戦を応援する上活の提供でお送りいたします。はい、ということでですね、僕は今熊本で一番繁華街と言われている下通りという場所に今来ています。このクリスマスツリーの前で待ち合わせを今しています。車で待とうと思います。こんにちは。はじめまして。はじめまして。はい、ということで、こちらが今回この地方学生応援プロジェクトの主人公となってくださるみすずさんです。よろしくお願いします。お願いします。みすずです。一番大きかったのはやっぱり地方学生っていうこともあって交通費支給、はい、などそういうことがっていうことがやっぱ大きかったですね。はい、大きな悩みは交通費ですね。あ、やっぱそうなんですね。結構往復で5万弱とかかかったりするし、はい、やっぱり熊本から東京って直通があんまりいいのがなくて、はい、なので福岡経由で行ったりするんですけど、はい、福岡で安いものを探したら始発になって、うんうんうん、でも福岡の始発に行くために熊本からじゃ間に合わなくて福岡に泊まらなきゃいけないってなったんですよ。なるほど。けどそこでホテル泊まったら意味ないなってなって、はい、空港の近くの銭湯に700円出して、はい、そういうゴールしました。なりますよね。いや、わかるわかるわかる、はい。なんか僕熊本に来てから今3人ぐらいしか会ってないんですけど、まあ朝早すぎるからかな。そうです、気のせいですきっと。気のせいか。やっぱ至る所に熊もいますね。そうですね、熊も至る所にいますね。熊もの方がいますよね。人より。熊本の方がいますよね。人より。熊本って何が有名なの？馬刺しです。あ、馬刺しか。はい、馬刺しとかからしれんこん、神大根も。はい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 。東京マサさんはすごい美人が好きらしくて、はい、全国の有名な美人を熊本に集めたらしいんですよ。はいはいはい。そのおごりで今も熊本の女の人は結構綺麗な人。へえー。世界部から来てるんです。ちょっと僕もちゃんと見つけたい。はい。ちゃんと見つけたい。おお、雰囲気ある。おいしそう、ウニコロッケだって。ちょっと食べませんか。食べましょう食べましょう食べましょう。おにもりいちごソフト、漏れなくインスタ映えします。確かに。食べますか。じゃあ、おいしそう。ウニコロッケと有名と言われてる熊本のいちごソフトを買ってきました。おに寒いっすね。おに寒いっすね。どうですか。あ、でもウニの味がします。それそうなんですけど。はい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 。え、これ食レポみたいな。いや、ど食レポっていうのはどういうのかっていうのをちょっと鈴木さんにお教えしようと思います。今の鈴木さんの就活の状況的には希望してる業界とかってあったりするんですか。そうですね、業界としては広告で、はい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 、東京の会社を志望してます。やっぱそうっすよね、はい、やっぱめっちゃわかります。
やっぱね、まあ、熊本もめっちゃいいとこだけど、やっぱ東京憧れますよね。そうですね、若いうちに、体力のあるうちに東京で働きたいなと思って。いや、わかります、めちゃくちゃわかります。やっぱり一番はお金の面で。いや、まあそうですよね。宿泊費とか結構気になりますね。そうですよね。例えば先行1週間行ったら1週間どっかに泊まらなきゃいけないってことですね。はい、友達ん家とか泊まってるって感じですか。最初は友達の家に泊まってたんですけど、はい、泊まりすぎてちょっといたたまれなくなってきて、確かに確かに、格安のところを探してましたね。なるほど。東京だとどこら辺にいつも泊まってるんですか。この間泊まったのは、はい、ウグイス谷のゲストハウスで、はい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 、3泊で4000円。安いですね。後から知ったんですけど、はい、あそこってちょっとラブホ街とか、ああ、そうなんだ、そういう感じだったらしくて、はいはいはい、だから安かったんでしょうね。あ、じゃあ僕山でもウグイス谷泊まろう。あ、じゃあ僕山でもウグイス谷泊まろう。学食はよく使われるんですか。そうですね、学食のメニューをここで食べたり、近くにコンビニがあるので、はい、はい、ここで食べたりして、なるほど、いただきます。はい、いつもの安定の美味しい味です。美味しい味、良かったです。いただきます。チャーハンの味がする。チャーハンの味がする。ピラフとチャーハンで一緒でしたっけ。ピラフとチャーハンで一緒でしたっけ。イベントに参加して、はい、そこのスタッフさんがずっとよくしてくれてて、はいはいはい、情報を教えてくれるんですよ、はいはいはい、この企業合いそうだよとか教えてくれるので、それをもとに就活してます、ね。あ、そうなんですね。やっぱり仲間がいないことですね。私が教育系の学部なので公務員を目指す人が多いんですね。就活してる人もみんな熊本を九州内でしてるから、うんうんうん、東京に行くってあんまりないです。わかります。いや、ほんとそうですよね、はい、こういう質問に対して一言パンって答えれないんですよ。なるほどね。端的にうまく言えない。はいはいはい。言いたいことがバーっていろいろ頭の中で出てきて、うん、それをこううまくまとめて簡単に伝えれないです。あー、でも伝え方みたいな、はい、いや、でもそんなことないと思うけどね。言われたり苦手です。結構 QA ずれてるって言われますし。他はありますか。上がり症なんですよね。普段だったらすっごいおしゃべりなんですよ。で、面接になったら急にこう萎縮してすっごいカミカミになったり、はいはいはい、しゃべれなくなったりして。確かに、でもそれは分かります、僕も。よろしくお願いします。めっちゃ汚いので覚悟してご覧ください。承知しました。僕もだいぶ汚いのでその全然耐性はあります。よかったです、はい、じゃあお邪魔させていただきます。はい、お邪魔します。お邪魔します。おー、でも全然綺麗じゃないですか。1日がかりで掃除します。掃除は、あ、確かに確かに、1日がかりで、はい、本当はもっと床見えないです。あ、もっとプリントとか部屋の使い方はただ一つです。はい、あー疲れた、なんて、はい、ヒーターをつけます。はい、で、ここで ES を書いたり、はい、パソコン立ち上げて、はい、なるほど、はい、あとはもう寝てるだけです。でも寝るだけに帰ってきてるみたいな。そうですね。で、バイトとかもやってるんでしたっけ。バイトもしてます。どういう系のバイトされてるんですか。今は居酒屋と不動産のお手伝いをしてます、はい、なるほど。まあ、お金稼がなきゃ厳しいですもんね。昨日もバイトはしごで、はい、朝の10時から夕方の6時まで不動産のお手伝いをして、うん、その後7時から12時過ぎまで居酒屋のアルバイトしてました。どうしますね、それは。バイト選手です、ね、はい、確かに。で、自己分析とかそれこそウェブ面談もありますもんね。はい、今日も実はこの撮影の後にウェブ面接が一つと、うん、ウェブでの OB 訪問が一つ入ってます。 OB? 大体なんか就活関係の書類とかパンフレットとか、はい、があります。宝探しみたいな。宝探します。どっかしらありますもんね、はい、いや、わかりますわかります。絶対そこのどっかにあるの。それだけはわかります。なるほど。テーブルの上は、まあ、志望度高めの企業を置いとくっていう。そうか。
い、ということでウェブ面接お疲れ様でした。どうもです、ありがとうございます。どうでしたか？アピールしきれなかったかなって思いましたというのも今回3回目の面接で、はいはいはい、1回目と2回目は結構時間取ってくれたんですね、うん、はい、40分とか1対1で話させてもらったんですけど、うん、今回もそのぐらいあるのかなと思ってたら15分ぐらいで、あ、そうなんだ、終わってしまって、うん、こちらから質問どうぞって終わっちゃったって、うん、結構焦ったのが思ってた、うん、なるほどなるほど。なので最後に何かありますかって言った時に、あ、すいません、自己 PR 1回だけしていいですか、どういう反応されましたそれ？その時はめっちゃ笑われました。爪痕残さないといけないっすよね必死さが伝わったのかなって。で、今から何されるんですか？今から居酒屋のアルバイトに行ってきます。うわ、昨日も一日中働いたのにねお金がないですからね。じゃあ今日はちょっとお疲れ様でした。一日ありがとうございました。東京からわざわざありがとうございました。じゃあまた東京でお会いしましょう。はい、はい、ありがとうございました。こうして始まった上京就活物語、彼女はどのような道をたどって内定を勝ち取っていくのでしょうか。次回もぜひご覧ください。熊本医大の特に今こういう挫折をしました。やっぱり自分で見つけきてなくて知名度がある。緊張します、はい、感覚の前にこの放送は小学生の挑戦を応援する上活の提供でお送りいたしました。